はい、史上最低のチャレンジャーなのかなと。坂本がやることが安易だよね。安易ですね。 あいつは安易ですね。同じことやってる。反則し放題の試合にならないような、全選手セコンドについてもらってランバージャックデスマッチになるのか、レフリーを、ね、10人ぐらい増やすとか、その辺のことをしっかりしてもらわないと、またああいう試合になってしまうので。ギミックレスラーとはね、意外と芸術ってのを作りづらくてね、前回同様通りすがりのチャレンジャーとして、こなしていきたいと思います。武藤刑事を研究したいなと。光る女もちゃんと見ます。デスペラードの即席タッグ、安易な坂本です。ロイです。なんか向こうがさ、なんかごちゃごちゃ言ってきたんだよ。なんかレフェリー10人つけろだのさ、ランバージャックマッチ、ランバージャック、なんかそんなのやるとか言ってさ、さランバージャックってさ、俺的にはものすごく面白いと思うんだよね。まあ普通にやるよりは面白いですね。面白いね。けど待って、考えてみたらさ、ランバージャックってさ、デスペラードこっち2人さえいるか分かんないけど、3人と2人で 2人か3人しかいないじゃん。けどさ、向こう考えてみると10人とかいっぱいいるわけじゃん。これやばいっすね、これ不公平じゃね。やばいな、これは不公平なんだよね。よくよく考えてみたら、結局はそういうことを言ってくんだな。そういうことだよね。けどさ、一つ面白いの考えたんだよ。これ公平だと思うんだよ。向こうのセコンドなしで、なしなしで、デスペラードのセコンドだけのデスペラード式ランバージャックデスマッチ、いいっすね。これよくね。これ結構俺いけると思うんだよね。これだったら公平。246、このデスペラード式ランバージャックデスマッチ飲めるんだったらかかってきなさい。よし、じゃあドイちゃん、今から安易なことしに行こっか。行っちゃいますか。俺たち安易なんで。そうそう、安易安易。